で速度はもう50、50から60。まっすぐの時は全然普通の車と同じだから大丈夫だけど、カーブになった時にはアクセルワークを本当にコントロールしないと。でカーブが終わったらアクセルをもう一回戻す。だバイクのあのあれと同じだから、速度を抑えて出る時に速度を上げていく。後ろのミラーないからこれで見る。バックカメラで後ろがいるか、あとは右のミラー、左のミラー。あ、そろそろ速度落として2に落として、そう、もう信号が変わるって分かったらそれをしっかりコントロールしなきゃいけない。でも思ってるよりも手前止まっちゃってもいいし。で今度また D に戻す。で今アクセルやってみれば分かるけど、結構トラックっていうのはこのグワンっていうのがあるから、でもうこのぐらいの感覚持ってやっていいから危ない。後ろがもし詰まったとしても、もうこの2台から3台の車間距離っていうのは絶対もういい。あ、2に落としてもいいし、まだ大丈夫だよ。動力が、自分の感覚よりも動力があったらギアを落とさないといけないけど、下り坂はもうアクセルは使わないからブレーキだ。で前の車両が今これ思ったよりも本当にゆっくり走ってるから、気にせずもう車間距離をこのぐらいをずっと保っちゃっていいから。で多少今煽られたり、あの後ろの人がすごいぴったりくっつく人がいるけど、その前の車両がこれだったらもうしょうがないから。で平地になればアクセルをしっかりコントロールしてあげて、ほんで木気をつけて、おい、もっと右、木が当たっちゃうから。でもこういう時に、歩行者用の信号の方をチェックして、まだ青だから大丈夫だと。これが歩行者の信号が点滅して赤に変わってんだったら、もう信号は赤に変わるなっていうのを判断しないと。で前方がもう黄色だから動力をどんどん抑えつつ、まっすぐ。慣れないうちはもうそのギアのコントロールがダメなら、もうブレーキである程度しっかりコントロールしていかないと。でまた戻して、ただこれを平地でも練習しておかないと、下り坂の坂の時にできなくなっちゃうから。下り坂の坂でやってみれば分かるけど、本当にブレーキだけでやると本当に抑えきれなくなるスピードになっていっちゃうから。でもこの時に右のミラー、左のミラー確認して、バイクがあれなのか、後ろに車両がどのぐらいの位置にいるのか、しっかり確認しながら行かないと。平地と本当にこの上り坂ってのは、そんなによほどのことがなければ怖くはないから、ある程度。この下り坂と急カーブの時が本当に気をつけないといけないよ。
今だから50から60でしょ、それを気にせずもうある程度その速度で走っていっちゃっていいから、この速度なら遠心力がそんなにかかってないから膨れ上がることないけど、これが速度上がってってカーブがその角度が上がると外に振られる確率がかなり上がってくるから、その時要注意で、その時に速度があればもう外に流されちゃうから、本当にその時あってなってももう間に合わないから、それだったら平地かそのカーブのない時にしっかり速度を抑えておいて、その振られる遠心力を抑えつついかないとダメだから。今60でしょ、だからもうある程度後ろの人には悪いけどそんなに気にしなくていいから、今ここ50の制限速度なら10キロ前後前だったら警察はいいけど、それ以上になってくればもう本当は法定速度違反だから本当に気にしない方がいい。いい、このぐらいの速度だったらブレーキでコントロールできる、乗ってては分かんない、こうぐーっと持ってかれちゃうような感覚があるから、自分がハンドル切っても右にこわーっと行っちゃったり左にぐわーっと持ってかれるようだったらもうそれはスピードオーバー、この速度だったらそんなに絶対振られるってことはよほどのことがなければないよ。だから40から50だったらこのぐらいのカーブだったら絶対大丈夫。ただこのカーブの角度がこのぐるっと円を描いて曲がるようなところあるでしょ、その時にはこの50、40でもダメかな、40以内に抑えないとこの持ってかれちゃうって可能性が高いから、でもってこの今の速度だったら後ろの人そんなに詰まってないから本当に、で今あの車両を気をつけながら、中心に寄せて通過しちゃっていいから、でまだアクセル上げて動力が落ちたらまっすぐもうちょい上げていい、平地の時で前の車両が本当にないんだったらアクセル上げてもあって思って急に下げたい時でもなんとかなるけど、前の車両がもしいて、アクセル上げて止まろうと思った時には2倍の、 あの力が必要になってくるからその時はちょっと危ないから、でこういう時ももう信号のまだはいいけど違うよ、歩行者の信号を見ないといけないの、歩行者の信号なかったなかったけどその見るような癖をつけとかないといけないから、この信号も結構急に変わるし、だけどいないようだったらもうここら辺からはもうある程度アクセル上げて通過するっていうもう決めちゃうな、黄色信号になってももうある程度のとこだったら行っちゃっていいから、大丈夫だよ後ろの、ほんでこれ黄色ね、で2に落とす、でブレーキをある程度ずつかけていく、でもう停止線よりも本当に1台2台余裕持って止まっちゃっていいから気にせず。